ちゃ埋まってます。マサヤ発見。さあ、一斉2パック目でございます。僕はもう2パック回してきました。今回は16秒0しか出ないです。一斉16秒4でした。全然動画撮ってなかったですけど、今3時です。まあ3時の時点でタイム打っていきましょうか。はい、僕は15秒今8です。9です。なんか今日タイム出ないですね。なんかね、多分暑いから、タイヤの垂れもすごいし、人はいっぱいいるんですけどね。エンジンも走ってるんですけど、そうそう、エンジンもすごい走ってんねんけど、タイム出へん。まあちょっとまだまだね、いろいろ探ることがあるんで、まあ、取りに行けるときは取りに行きます。一斉さんの走りを。一斉いつ行くんか知らんけど。じゃあ次は、RC ミッションのウィング 0.7、ライトウェイトやっていきたいと思います。はい、次ラストバックです。あのね、今調整車って少なくて申し訳ないです。ちょっとカツカツでした。今4時45分。昨日攻めを一回やって、最後は流してね、ね、日曜日最後の思い出作りかな。マスヤも今つぶさん。いや、今日はね、ちょっとね、原さんに負けております。ミッションの原さんに負けております。でもね、今回トップタイム X なんで、そういうことです。まあ、いきますよね、最後ちょっとベストアップ出すんで。はい、最後バトルじゃないけど、まあみ、まあ、流し程度で、流し程度とか普通に走る感じ、走行会です。はい。タイムが出ませんね、なかなか。まあ最後で15秒6とかぐらい出したいので頑張ります。
ということで今日も IFS あんま取れてなかったんですけど、うん、終わりましたね、まあ、はい終わりましたね。今日の直樹のねじゃあ発表コーナー行きましょうか。はい、はい、今日の目標は何で来てたんですか。まあとりあえず6秒5切るかなっていうところの目標で、はい来てました。はい、で今回は何秒まで行きましたか。 BD10 が1パック目で6秒1、はい、で420が6秒2でした。目標よりは上にどっちとも行ったと、はい、いうことで、まあ大きな進歩ですね。じゃあ次回は、本番までには15秒台を出すということで行きましょうか。15秒9ですね、はい、999でもいいので、はい、まあ楽しみにしております。まあ途中でね、まあ伊勢くんとねタイムがほとんど一緒だった。そうちょっと危ないですね。そう2人とも一緒だったの。まあね、本番どうなるかわからないんで、まあ、諦めて頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。クラス一緒なんで、はい、オープンモデ、はい、頑張ります。えい、えい。